水古天皇は古代日本の歴史において最初の女帝として知られる重要な人物です。彼女は飛鳥時代に在位し、その知性は日本の政治や文化に大きな影響を与えました。水古天皇は554年に生まれ、金明天皇の第三皇女として誕生しました。彼女の母は蘇我の稲めの娘である北志姫でした。 幼少期の名前はぬかたべのみことされていましたが、後に豊見家家式や姫のみことと送りなされました。彼女は美達天皇の皇后となり、その後、美達天皇が亡くなると、政治的な混乱の中で女帝として即位することになりました。水戸女帝の治世は592年に始まり、628年に亡くなるまでの36年間に及びました。 彼女の治世は日本の政治体制や文化に大きな変革をもたらしました。まず、彼女は老いである聖徳太子を摂政として政治を行いました。このことは、当時の天皇の権威が象徴的なものである一方、実質的な権力を有する摂政制度が確立された重要な出来事でした。水古女帝の治世には、政治的な改革や制度整備が進みました。 彼女は簡易十二回制度の設定や憲法十七条の制定など、国内の政治体制を整備しました。また、彼女は天皇旗や国旗といった司書の編纂を進め、国家の歴史や制度に関する情報を整理しました。これらの成果は、後の時代の政治や文化にも影響を与えました。外交面では、水慮女帝は隋との交流を図りました。 遣と呼ばれる使節団を派遣して中国の文化や技術を学び日本に導入しましたまた白木やコウクリとの関係も重要であり朝鮮半島との交流を通じて文化的な交流も行われました宗教的な側面でも水古女帝は仏教の保護と寺院建立に関心を示しました蘇我の馬子や聖徳太子と協力して 法隆寺や四天王寺などの寺院を根理由し、仏教の普及を推進しました。これにより、飛鳥カ文化が栄え、日本の宗教と文化の発展が促進されました。水戸女帝の治世は、その政治的な才能と指導力により、日本の歴史に深い足跡を残しました。彼女の死後、時代の大きみについての問題が浮上し、豪族間の対立が激化しましたが、 その後も彼女の時代の成果は日本の文化や社会に影響を与え続けました。彼女の人生と業績は古代日本の歴史を理解する上で欠かせない要素となっています。